はい、ということで夏合宿に来ているわけですけども、温泉イベントの代わりに見ることができる他のクラスの様子ですね。前回はオニキスの様子を見に行って葛西と個人レッスンをしたわけですけども、今回はロードナイトの様子を見に行ってみましょうか。ロードナイトは稽古よりも遊びを満喫してそうだな。まああの1年3人がいるからね。特にマレちゃん。あ、キサー。マレちゃんと呼んでいいものか。マレちゃん、お疲れ。ラウンジのドリンクサービスいいよね。このハーブティー飲むとぐっすり寝れるんだよ。今日は海で遊びまくったからベッドに入れば即寝ちゃいそうだけどね。あ、でもせっかくギサに会えたんだし朝までゲームってのもいいかも。え？いろいろ遊ぶもの持ち込んでるんだ。トランプもあるしボードゲームもあるよ。ボードゲームね、まあ、トランプも永遠にできそうだけどね。大富豪とか。まあ最終日だし別に朝までやってもね、次の日は休みじゃなかったかな。ねえ、一緒にやろうよ。私の部屋でユキもエイコも呼んでさ、ほらほら。みんなでやるのかな。なんかマレちゃんのソロスチルが見られるのかなと思ったけど。やっと合宿も終わりか。子守は疲れる。あ、おしなり。なるほどね。みのりかわ先輩が付き合わされる感じなのかな。結局いつもみたいにこうずるずるとみのりかわ先輩は流れに持っていかれる。まれちゃんの。げ、みのりかわ先輩。げ。立花、おしなり、お前また何か迷惑かけてんな。かけてません。立ち話してただけです。本当か立花。あ、はい。俺にはわかる。それは気を使って隠してる奴の態度だ。鋭い。え、合宿中なのに稽古をサボろうとするわ、徹夜でゲームをするわ、挙句他のクラスの生徒にまで迷惑かけるつもりか。あ、合宿中ずっとそんな感じだったんだ。まあ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 、マレちゃんっぽいっちゃっぽいな。だってキサと朝までゲームしたいじゃないですか。いつものロードナイトって感じか。やっぱりそうか。ダメだダメ、部屋に帰れ。わかった、じゃあ朝まではしない、ちょっとだけ。そういうことじゃない。だったら一回だけ、私と実り川先輩とキサの三人で一回だけゲーム。でもゲームで私が勝ったらもう一回追加ね。それでいいよね。これ絶対さ。よくねえよ。あとなんで俺も入ってんだよ。あの一回くらいだったら。その一回くらいがもうずっとずる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 朝まで引っ張るパターンだぞ。だ、バカ。勝ったらもう一回とかいう制約付き。やったー。よし、じゃあ私の部屋に行くぞー。よっしゃー、私の勝ち。ポニーの動かし方が甘かったね、みのりか先輩。じゃあもう一回ね。おー、いいね。合宿の夜っぽい雰囲気。キサもいるし、緑川先輩はやっぱり付き合わされてるし。でもこれ一回マレちゃんが勝っちゃったからもうズル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 と。いや強いんだな、ゲーム。ボードゲーム、これなんだろう、チェスかな。でもなんか駒がさ、でもポニーって言ってたな。チェスっぽいボードゲームなんだろうか。うん、夏合宿の夜、学生の合宿ってやっぱこういう感じになっちゃうね。楽しそう。またマレちゃんの勝ち。おい、何回やらせるつもりだ。もういいだろう。負けたままでいいんですか。てめえ、見とけ。
負けず嫌いなな、緑川先輩。やっぱこういう安い挑発にもこう乗っちゃうっていう。そう来なくっちゃ。でまた負けるんでしょ。弱い。煽り寄る。これでマレちゃんの10連勝。立花、逃げろ。え、コーツ1年のエース格にこんな無駄な時間を過ごさせるなんて、コーツの先輩方に面目が立たない。でもいいから行け。本当に朝になるぞ。すみません緑川先輩。あ、ちょっとキーさー。ああ、行っちゃった。じゃあ、ユキとエイコ呼んで、4人で仕切り直しね。緑川先輩は犠牲となったのだ。寝ろ。ロードナイトにいたら、精神力は鍛えられそうだな。